はい、皆さんこんにちは、大阪です。はい、こんにちは。今日は国際観光再開して1ヶ月経つんだよね。そうですね。本当かな。ちょっとね、そんな感じするのかなってちょっと不安なんだけれども、そちらの様子を皆さんにお伝えしたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よし。はい、国際線のねインターナショナルのところに来てるんですけれども、人いない感じするな。そうですね、ランプもなんかついてないですね。ついてないね。うん、一応ねこの、出発ゲートっていうのかな、はい、のところには車は何台か止まってますね。オンラインじゃない、オンラインかな、ちょっと今見てる感じだと分かんないですけどね。ちょっと近くに行ってみましょう。はい、到着ロビーのところを上から映してる映像です。なんかこうモニターとかあって新しいシステムっていうかね。そうですね、ある感じだね。ここでなんか検査とかするんだろうね。そうですね。で奥の方には椅子が並んでおります。はい、人スタッフさんかな、一人いるような状況となっております。はい、フライトのインフォメーションも真っ暗な感じでね、何も映っておりません。はい、上から見たモニターのところはホテル&トランスポートレギュレーションって書いてますね。ここでホテルへの移動を予約するような感じですね。隔離ホテルへの、移動をここで予約するような感じになると思われます。ここの椅子はなんかあれかな、待ってる感じだろうね。これ到着して一旦ここで待たなきゃいけないんだろうね。そうですね、そう思います。あっ、おーい、おー、大阪さん、大阪さん迎えに来てくれたの。あ、お疲れ様です。いやどうですか。ガラガラ、あ、なかった。はい、ここはガイドさんの待ち合い室みたいなところかな。ね、待ってるところかな。待ってる。なんかプールサイドみたいな感じになってるよ。おー、すごくない？謎なんだけどね。そうですね。はい、加藤先生、はい、ここあれだよね、タクシー乗り場だよね。タクシー乗り場ですね。うん。なんか地面にシール貼ってあるし。そうですね。これなんだ、ウブドとかってね。ウブドの行く。あ、ウブド方面に行く人はこの列、うん、サヌール方面に行く人はこの列。ヌサドゥア方面、スタ方面って感じで分かれてる感じね。たださ、列だから向こう側に書かないで普通分かんないよね。分かんない、ね、向こう書いてあるなら分かるよね。ね、先頭にしか書いてないから意味がないね。はい、加藤先生、これ見て、もう全然もう再開とは程遠いね。それでは、ドメスティックの方に行きたいと思います。せーの、はい、ドメスティックに来ました。イエイ、イエー。国内線だね。そうですね。はい、じゃあ国内線の様子を引き続きお伝えしたいと思います。はい、国内線の方の駐車場です。めちゃくちゃ車混んでますね。そうね、混んでます。ちなみにインターナショナル国際線の方は駐車場ね、クローズしてましたね。そうですね。国内線めちゃくちゃ賑やかじゃない？賑やかですね。ねえ。が、もう、混んだんだ。ああ、そうだね。稼働してる感じだね。しかもキャンペーンみたいなのやってるじゃん。そうです。おー。はーい。はーい。すごい。タクシーコンパ。タクシーね。
車もいっぱいいるね。まあ、ドメスティックの方ね。ね。渡るか、渡るか。さっき駐車場に行ったらめちゃくちゃ混んでたもんね、ドメスティックはね。ドメスティックはね。車の止める場所を探すのが大変みたいなね、イメージだったよね。イメージはね。これ何のポスター？バドミントンのインターナショナルの大会、バドミントンフェスティバル、インドネシアのね、インドネシアのバドミントンの大会だ。そうですね、バリの中じゃないか、そんなにも書いてないんだけど。ああ、本当だね。ヌサドゥは今日16日からね、11月16日から12月の5日までやるんだね。そうですね、ローマですね。うん、大坂さんはやる？俺試合に出てるのかな？ね今日はね、曜日としては火曜日なんですけれども、ね、火曜日でも結構人いるね。いますね、うん、これが週末になったらもっといるからね。そう、すごいよね。例えば金、土、日とかね、日ね、結構いるよね。火曜日の今は夕方、4時ぐらいかな、4時半ぐらい。そうです ね。あ、通りいっぱいあるよ。お、カデンチの通りじゃない？これ通り、ガルダじゃない？あ、ガルダ大きいだからガルダじゃない？ガルダ、ガルダじゃないっぽいね。じゃないっぽい。すごいね。ここやっぱりね、まだこうオープンしてないね。そうですね。ここに本当はテナントがね、たくさん入る予定なんですけれども、ちょっとね、まだ見合わせていると。そうですね。うん、まだ本格的な再開じゃないから稼働してない感じだね。ランプもあまりしてないですね。うん。うん、スターバックスとかね、入る予定ではあるみたいなんですけども、一回ね、小さい店舗をオープンさせてすぐね、クローズさせたっていう感じの状態ではあります。はい、はい、バリバナナがね、出店してますね。バリバナナ、うん、すごいな。あ、おごごさんいます。あ、おごおさん、場所移動してるじゃん。お前ここですね。お前ここだったよね。うん、場所移動してる。これ行っても何もいない。うん。これおご。沖縄おご。おごご。うわ。これアノマンですね。ウルワトがケチャダンスの時、うん、アノマン出てくるじゃん、サル、あ、白い猿、ね、そうですね。あ、それなんだ。はい、人がね、結構出入りしてますね、国内線の出入り口ね。何が書いてあるの？バリ？はい、回ってまいりました。国際線再開して1ヶ月っていうことなんだけれども、再開してないね。そうですね。あ、その分ね、国内観光の人はすごいたくさん来てるというイメージですね。そうですね。だって今日火曜日の夕方なのにこんなに人いるんだよ。うん、びっくりだよね。びっくりしました。ね、ね、まあ、これからの年末と、あとね、2月3月とかね、バリ島でもね、国際的なイベント開催される予定でありますのでね、それに向けて着々と準備はしてると思うんですけれども、本日のニュースで11月末まではね、あのペイペイカイムレベル2で、続けるっていう内容発表されていましたので、まだまだ、警戒は必要だと思います。そして、新規の感染者数はね、一桁台にね、今なっております。なので比較的ね、安全だとは思うんですけれども、国側の方も油断はしてないよっていう状況ですね。そうですね。はい、ここで速報が入りました。なんと12月毎週日曜日直行便が再開しました。毎週日曜日、12月毎週日曜日、羽田から直行便が再開しました。
内容をちょっと見ますと、はい、羽田から11時45分発、デンパサールが18時15分、はい、日にちは、12月5日、12日、19日、26日となっております。そして、気になる金額なんですけれども、はい、気になる金額なんですけれども、ちょっとね、インドネシアのルピアでちょっと見させていただいてるんですけれども、5.70タ、570万ルピアほどになっておりますね。で、買いの便は80タ、70タ程度になっております。はい。現状、ビザに関してなんですけども、ビザオンアライブで OK という説も流れておりますが、未確定の情報となっております。はい。現状ね、インドネシア側からのインフォメーションですと、シングルビジネスビザを取っての入国となっております。そして、隔離も、バリ島州知事からね、隔離ゼロにしてくださいと、インドネシア政府の方にお願いをしてるんですけれども、現状はワクチン接種2回されてる方で3日間、ワクチン接種1回、またはね、ワクチン接種ができないお子さん連れの場合だと5日間となっております。いずれにしても、ガルーダ、インドネシアから公式に、発表されたということになりました。これでちょっとバリ島の空気が少し変わるかなと思っております。これが他の国も派生しているかどうかっていうのはちょっと分かりませんが、バリ島の経済また少しずつ復活してきたら嬉しいなと思っております。はい、速報は以上となります。はい、本日は以上となります。これからもバリ島から最新情報をお届けしたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。 バイバイ。おお僕たちはオンラインサロンを始めました。イエーイ。オンライン飲み会やオンラインツアー、そして YouTube では話せないような話をお伝えしていきたいと思いま す。ぜひご加入よろしくお願いします。バイバイ。じゃあ